ラファエル・ジェローム・ペレスは、ドミニカ共和国、サントドミンゴ出身のプロ野球選手。左投げ左だ。現在は、フリーエージェント。高校時代は、バスケットボールをプレーする傍らで漁船の操縦士として働いていた。2002年1月25日に、アマチュア FA として、クリーブランド・インディアンスと契約。2006年4月20日のボルチモア・オリオールズ戦で、 メジャーデビュー。マイナー時代は先発投手だったが、メジャーでは全てリリーフとして登板している。クリーブランド・インディアンス時代2009年開幕前の3月に第2回 WBC のドミニカ共和国代表に選出された。2012年11月30日に FA となった。2013年2月14日にミネソタツインズと契約。5月17日に解雇された。 5月23日にボストンレッドソックスとマイナー契約を結ぶ。オフの11月5日に FA となった。2014年1月18日にテキサスレンジャーズとマイナー契約を結んだ。4月に解雇された。5月5日にメキシカンリーグのベラクルスレッドイーグルスと契約を結んだ。7月11日に解雇された。7月12日にピッツバーグパイレーツと マイナー契約を結んだ。2015年2月12日にシアトル・マリナーズとマイナー契約を結んだが、4月9日にメキシカンリーグのキンタナロー・タイガースと契約を結んだ。7月3日に解雇された。2015年7月13日にドリュー・ネイラーと共に入団会見が行われた。しかし、一軍出場なしに終わり、12月2日に自由、契約公示された。 2016年は、キンタナロータイガースでプレー2017年は独立リーグアトランティックリーグのロングアイランドダックスでプレー2018年は、所属球団なく、オフにドミニカのウィンターリーグでプレー19歳の時にインディアンスのスカウトに勧められて、野球を始め遅咲きだった。2009年まではクロス気味に足を踏み出すスリークォーターから、 平均球速90マイルパワーほどの速球と変化の大きいスライダーで内角を攻め三振を奪う投球スタイルで脱三振率8.89を誇っていた。しかし2009年から請球が乱れて脱三振が減り2010年からは平均球速88マイルパーワーほどのカッター軌道の速球とスライダー、チェンジアップでゴロを打たせる投球スタイルとなった。メジャー時代は メディアに地球最高の救援サワンと称された時代があった。インディアンス時代はリリーフとして起用されたが、2014年にメキシカンリーグでプレーして、以降は先発としての登板が増えている。ありがとうございます。